千葉県道76号鳴門止水線は、千葉県三部市から、陰馬郡止水町を結ぶ県道である。当県道は、三部室編止水町上本佐荘を結ぶ、主要地方道である。また、総武本線の千葉駅、桜駅を結ぶ、国道51号と鳴門駅長子駅を結ぶ、国道126号とともに、桜駅鳴門駅間の補填的な道路である。 八幡市の一部区間は八幡バイパスに指定されている。起点は三部市であるが上記にある総武本線の上り側である四水町から路線状況を記す。終点の国道296号側の上本桜交差点から250メートル下ると国道51号側の上本桜交差点に出る。そこから下ること900メートルで左手に、 北総変電所が見える。しばらくすると、明治期の道路を踏襲する急カーブに差し掛かり、左にある林を抜けたところで、JR 南四水駅入口交差点に出る。そこで、総武本線の南四水駅は右手に分かれる。そこから直進し下ると、東関東自動車道の下をくぐり、谷を過ぎると、カーブに差し掛かる。総武本線の 宮前橋古仙橋を渡ると線路の右手すぐ側を通過する。明治期には逆側の左側の道路しかなく往来が多かったが現在は市道と化している。800メートルほど直進の道路を南下して八街市に入る。そして800メートルほどで江ノ木戸駅に着く。そこからセリア八街江ノ木戸店やランドローム八街店などのスーパーが立ち並び。 1.3km、1> 1. すると、千葉県立八街高等学校が右手に見えてくる。そこから8 0 0メートルほどに交差点があり、ここで、富山、文地区方面と分かれる。およそ 1.3km すると、同市八街保付近に入り、八街市立図書館や八街市中央公民館、焼肉宝島八街店、桜警察署八街幹部交番が並ぶ。なお、 そこから八幡バイパスの区間に入り、五区交差点より約 1.2km 下ると国道409号に出る。そこから八幡駅方面に 450m 上ると日向入口交差点に出る。右手に曲がり 350m 下ると大木交差点につき、2011年に開通した八幡バイパスが左手にある。東剣道は直進し、 三部市に入る。八幡市大木を過ぎ、そこから1 2 4トルは、歩道も整備されており、センターラインもあるが、三部市大木の総武本線、日向街道踏切付近で少し狭くなる。踏切を渡ると、およそ2 8トルは、比較的整備されている区間になる。三部市重み岬付近で急動と振動が入り混じる。千葉県道76号鳴門市水泉三部市。 お門岬、み日光台のバイパス道路振動は直進し、日光台を通り抜け、急道と合流する。急道は右手に折れ、日向駅方面に向かう。急道は、センターラインや、歩道も整備されていない上、国道409号極楽寺方面に向かう自動車が多いため危険である。総武本線のすぐ脇を通り、しばらくすると、日向駅が右手に見える。 なお、千葉県道117号はここで右手に分かれ、急道は直進する。日光台入口交差点で振動と交流した後は、比較的に整備されており、市街地方面に向かう。およそ1 1トルを過ぎると上空に、高圧送電線暴走線が見え、その直下では東県道は、急激に狭くなり、両脇にはガードレールが突然現れる。また、 歩道もセンターラインも消え、退避所もないため大型車は対向車が来た場合は、待つことになる。そこから450メートルで、県王道の三部なるとをインターチェンジに着く。ここからは、右手脇に、総武本線と並行し、約2.9キロメートル過ぎると、和田踏切を渡り、市街地に入る。市街地に入ると、歩道、センターラインがない道が続く。600メートルほどで、 波切れ不動員と通じる道路に着くが、ナルト高校の通学路であるため、しばしば、三部警察や高校職員が指導している。そこから60メートルで、長子道を、長子街道に出る。その前方のきれいに整備された道路は、国道126号側から、三部ナルトインターチェンジに向かう道が東剣道しかなく、慢性的な渋滞になっていたため2000年代にできた道路である。 そこから起点に向かい左に折れ、約200メートルの区間は街道を踏襲している。東県道は右に折れ、街道は千葉県道213号が踏襲し、100メートルの区間を県道213号と重複し、起点の津辺交差点に出る。起点で国道126号、千葉県道118号、千葉県道121号と接続する。ありがとうございます。